はい、ユー1本目。今日雪ソフト。はい、ちょっと待って。はい、ケージ1本目。はい、ちょっと待って。ケツを内側に入れたりするとどんどん外足取られるから、絶対に腰の向き、膝の向き合わせていくようにね。はい、オッケー、オッケー。次の内足の延長線に持ってくる感じだよ。オッケー、はい、外手を。よ。はい、ええなー。出し方ね、腰の出し方。いい？お尻内側に入れたり、体回すとどんどん外足取られるからな。オッケー。しっかりと前半のトライを大事にすることよ。はい、ええな、1本目。はい、カノン、ちょっと待ってて。もうちょい腰下げたいな。良くなったけど。はい、カノン、ケツ内側に入れたらどんどん外足取られるからな。いい、腰の向き。はい、カノン、お願いします。1本目。はい、ちょっと待ってろ。そうそうそう、合わせろ。ここちょっと待ってて。はい、はい、ここ1本目。はい、ユー2本目。今日雪質ソフト。そうそうそう、足元から体から行くなよ。そう。お、ユー腰高キープできるようになったよ。おい、良くなったじゃん。めちゃ良くなってる。ケージです、お願いします。オッケー、ケージ。体引くとさっきみたいにケツが内側。あれ、行方不明だった。ああ、ケージごめん。2本目。お願いです、お願いします。はい、ちょっと待って。はい、マナエ2本目。タグマスさん、今の俺のとこに入ってます。はい、次は誰かな。ええな、2本目。カノンです、お願いします。はい、カノン、ちょっと待ってな。
はい、ちょっと待ってろ。はい。お願いします。はい、ちょっと待って。はい、ユー、3本目。だってその抜け方やめた方がいいよ、お前。ケージ3本目。そう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 。お願いします。はい、さっきみたいに肘体の近くに置いといてな。で、スペースしっかりポールの上で角付けな。よっ、はいよ。マネー3本目。角付けが遅いんだ、お前。はい、エナ3本目。はい、カノン3本目。高低差しっかり作れ。オッケー。お願いします。はい、ここちょっと待ってて。カノン、高低差の作り方がすごい良くなったね。はい、ここ3本目。点の場所分かった？スタート超えてますか？遅い、これタイミング遅いぞ。じゃあビデオ撮る。最初誰？名前教えてください。はい、カノンちゃん、さっきも、はい、ユー4本目。ボールの方に隙を向けて、そっちに膝を動かしていくことでポールに当たること。わかる？ポールに隙を向いてないと。ポールに当たりません。ポールに隙を向いてないのに当たると。ほれ。OK?はい、いや、じゃあちょっとガスってきたけど気をつけて、行こうね。取れる範囲でビデオ回してみたら、行ってみてください。ターンの上の部分。はい、ユー4本目。ここです、お願いします。
ここポールの内側に目線を入れながらしっかり膝を使いながら行ってみろよ。はいよ。はい、ここ。はい、ケージオッケー。さっきのガスってる時の最後の1本ぐらいの意識で肘を体の近くに置いとくように意識してごらん。はい、オッケー。はい、ケージ。引くな引くな引くな引くからよ。あーええなー、もうこれ以上できませんまでやってください。ちゃんと俺に伝わるようにやってきてよ。はいよ。あーええなマナエスペースね。角付け角付け角付けだよ。角付けをもうちょい早く。いいね。もうターン方向に向けながら外コース下げていく。その辺をしっかり意識してごらん。はい。はい、絶対にケツ打ちが入れないようにな。で、切り替えで、ガニ股切り替えで、足元から切り替え。そう、体の近くに肘置いとけ。はい、ここの挑戦よ。はい、うん、お、いいよ。そう、意外とできる。ここのスピードなら折れないだろう。離れるな、ポールから。こうやってできる。おう、出せ出せ、いいよ。突っ込みすぎたね。エナ、ちょっと前、待て。もう一回説明するから。先を生かして。おう。おう。はい、ゴー。そう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 。よし。ちょっと良くなったよ。はい。
エクササイズ。そう。いいよ。ほい。ほい。いいよ、ここ。もっと足元片付けしっかりしろ。スルーだね、あれ。よし。はい。もうちょいだな、クソ。良くなってる、エナ。あ、でもエナ良くなってるわ。えい。よし、内側高くできるようになったな。